はい、どうも。音楽見聞録のお時間です。今回はですね、音楽の分析ではなくて、検証といいますかね、実験動画を収録しております。ですね、秋が深まってきまして、虫の音が、たくさん聞こえるような季節になりまして、虫の声ってどれぐらいの音の高さで鳴いてんのかなっていうのがちょっと興味が湧いてきましたので、虫の声を分析してみようかと思います。そしてですね、その虫の声をですね、こちらのレオの虫の音、レオズバグチャンネルさん。で、ですね、この童謡、かっこ小歌、虫の声に登場する鳴く虫5種類。こちらの虫の声を動画で、公開されていらっしゃるので、こちらの動画を使わせていただこうかなと思います。なんかたくさんね、虫に関する動画をたくさんアップされていらっしゃるようです。そして、ですね、ライセンスクリエイティブコモンズで、再利用の許可を付与されていらっしゃいますので、使わせていただこうかなと思います。はい。それではですね、ちょっとその5種類の虫、何だったか、この童謡のね、虫の声って何だっけなっていうとこあるんで、まあもう見ていって、こうね、名前出してくれていらっしゃいますのでね。それ見ながらちょっと聞いていきましょうかね。それじゃちょっとね、気になるとこあったら繰り返しリピートしながら聞いていこうかなと思います。それじゃまず最初1匹目がマツムシ、チンチロリンって書いてますね。これちょっと聞いてみましょうか。それでは虫の声スタート。これですね、高いんですよね、虫の声。6K ぐらいが強くて、倍音でしょうね、12K と、これ18K ぐらいかな。これ今強く鳴いてるのはこの子ですよね。近くにもう一匹いるんでしょうね。なんか違うの鳴きましたね、今。なんか返事するみたいに入ってきますね。このまた、なんだろう、川のせせらぎがいいですね、なんか。はい、じゃあ次。コオロギくんですね。キーリキリって書いてますね。これでしょうね。3.8、4K 近辺。ちょっと膨らみますね。ここは別ですね。ずっと鳴いてる別の虫でしょうね。5.5K 近辺かな。それで、ここ複雑ですよね。7K から上？ 12K と 15K ぐらいにもあるし。結構複雑ですよね、コオロギ。今なんかね、ドンってなったのは、この動画の中に入ってるっぽいんですよね。ちょっと巻き戻してみましょうか。
結構あれですね、あの道路沿いなんでしょうかね。バイクの音とか聞こえてますもんね。はい。あ、これ意外とあのゴニオメーターも面白い形出るんで、これもちょっと後で見ていきましょうか。で、スズムシ、リンリン。さあ来い。これですね。結構音でかいね。5.5kHz ぐらいが強くって。これも 9K と 15K かな、これ。でも綺麗に倍音っぽいんですよね。4.5K でしょ、 9K でしょ、 15、4.5。 これすごいですね。クツワムシガチャガチャ、これすごいな。これまたステレオで、ね、収録されてるので、なんかステレオ感すごいですよね。右からすごいなんかバタバタした音聞こえるし、何匹かいるんですかね。これ 6K 付近が強いですね。で、上の方にも、これ何 K ぐらいだろう。14K とか 15K とか 17K、17K ぐらいかな。結構、こう羽の、なんだろうな。バタバタ振動した音。あ、これも面白い。ちょっと見ますわ。馬追いスイッチョンですね。ちょっと展開が早いな。これすごいですね。なんかレーザービームみたいな音してますよね。しかもめっちゃ高い。18K ぐらいから、ちょっと、あれですね。ピッチダウン。すごい、レーザー光線みたいな音してる。10K ぐらいまでかな。これすごいっすね。おしまい。はい。そうですね。リピートなんで。いやー、だから基本的に全部あれですね。すごい高音域ですね。あ、ちょっと今更ですけど、虫苦手な方はご注意ですね。もう散々見てきたんですけど。ちょっともう一周ぐらいしましょうか。ちょっとゴニオンを見てみましょうかね。マツムシ。これはそこまであれかな。結構真ん中で捉えてる感じっぽいですね。なんかところどころステレオ感ある虫鳴いてますね。これなんか返事してるみたいなのが面白いですよね。5系ぐらいで。コオロギが面白いですよね、これ。まあそのマイクの位置にもいるんでしょうけどね。面白い形出てますね、ゴニオ。
なんか他の虫の音も結構面白い形で出ますね。このバンっていう音がね、びっくりっすよ、ほんとに。なんか時々なんかあの、うわこれも面白いな、スズムシすごい回る。あ、来た。まん丸。泣き続けないとこがいいですよね。じらしが入る。いや、これすごいですね。面白いわ。もうこういうたまにはね、ちょっとこうやって癒されないとね。音楽の分析ね、意外となんかね、疲れるんですよね。考えながら分析するもんで、なんか。これもすごいなぁ。丸っぽいけど、5ニューメーター。まだ若干違いますよね、さっきのスズムシとは。なんかこう、ガチャガチャした感じも、この5ニューでなんとなく ちょっと角が立ってるような感じ出てますね。いや、この音すごいよな。同じ高音域でも、全然、もうギザギザですもんね。なんだろうな、音楽的に言うとディストーションかかってるんですかね、歪みが。これがまたすごいですね。めちゃめちゃ細かいでしょ、この。これ結構あれだな。いや、広く入ってんだな。これ上だけさっき注目しましたけど、下は 320Hz みたいなとこも山出てますね。いや、これは面白いな。意外と広い帯域で出てるんですね。いやー、面白いな。ただ、そのね、音楽ほどこう、あれもないんですけど。あれこれ考えてね、喋る内容もないんですけどね。ちょっと虫はそんなに詳しくないんで いや、でもこれね、めちゃめちゃ面白いですね。だから、あれですよね、なんか、まあ音楽作る人なら、結構こういう音を真似て、まあ、シンセとかでね、音を作る人とかだったら、こういうの参考になって面白いのかもしれないですね。その、サウンドの特性、この虫のね、鳴き声の特性、その、含まれてる成分を似通ったような、感じで、こう、ブレンドしていってね。結構なんか、この馬追いのね、音とか面白かったですよね。意外と低いとこ入ってんだな、みたいな。はい。ちょっとそんな感じで、息抜きにちょっとやってみましたが、これ面白いですね。なんかこういうのをシリーズ化したいですね。虫とか、
あの鳥とかね、鳥のさえずり、鳥のさえずりもね、ちょっといろいろ個人的に好きなので、動画自体はねいろいろ見たりしてるんですけどね、それも、やってみたいですね。動物系、動物の鳴き声系、あとはなんか自然の音とかね、なんだろうな、ちょっと今思いつかないですけどね。まあさっきちょろっと入ってましたけど、川のせせらぎの音とか、でもノイズっぽいんですよね、そういうのってね。自然音って結構ノイズっぽいんですよね。いろんな幅広い大気に入ってたりするので、そうですね、やっぱ生き物が面白いでしょうね。鳥、虫、カエルとかあとはなんだ、でもやっぱ鳥と虫がやっぱ圧倒的に種類多いっすよね。うん、まあそんな感じでね、ちょっとまた思いつきで不定期で、こういったのもやってみようかなと思います。はい、では今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。またあれですね、レオの虫の音、レオズバグチャンネルさんもありがとうございました。というわけで、以上で、動画以上で終わります。それでは皆様さようなら。